こんばんは。やっほほメイクしてます。メイクしてる。しかも、うまくいった気がする。肩パッド入ってそう。あ、イエローカードです。イエローカード。いきなりイエローカードですね。開始4分。イエローカード。早いな。誕生日にイエローカード。おめでとう。ヒガリンハットさん、おめでとう。誕生日。よかったね。記念になったね。記念になったじゃん。記念になりましたね。よかった。私の誕生日プレゼントはじゃあイエローカードですね。タンプレだね。今日はメイクがうまくいきました。自分も実は誕生日、カー君、おめでとう。おめでとう。二人ですね。眉毛うまくいった。眉毛の描き方、分かってきた。おやすみメールね、
2枚乗せようと思ったけど、2枚なんか乗せれんかったけん、明日の朝送る。口。そうよ。結構メイク全般的に今日変えたいん。昨日買ったやつ。口は、今日買ったんよ。今流行りの。めっちゃいいこれ。で、チークも、なんか、めっちゃピンクのにした。この前の、個人ファンクラブイベントの時に、メイクさんにめっちゃ、チーク、濃い色のチークを塗ってもらって、これかわいいなと思って。自分でも買ってみた。そうなの。先週ゲットした。え、ありがとう。嬉しい。この色の。結構赤じゃない？かわいい。めっちゃ赤。夏と冬で分けていこう。これもつけてる。二色使い。これが全般的で。これがちょっと。ここら辺だけ。なんか、ほんと、最近、お風呂入って、お風呂のお湯が熱すぎて、めっちゃ顔が赤くなったんよね。めっちゃ顔が赤くなった時に、私の、そう、ここら辺が赤くなった。だけん、あ、私って赤くなったらここが赤くなるのかってなって、じゃあチークもここにのせよう。自然なチーク、そうそうそう。自然なってかこうなるなら、じゃあ、普通にチークも、あ、そうしようって思って。今実践してるの。多分だけど、チークの良さってそうよ。お風呂上がり お風呂上がりとか、ほてってて、こうやって、ほてった時に赤く、なんかこう、赤くなっとるのをこうチークでまた作り出すって、多分そういう意味なんじゃない？ なんかそう、ほんとね、人によってさ、チークの場所ってめっちゃ変わるらしくて、インスタとかでめっちゃあるよ。ここに塗った方がいいとか、下らへんがいいとか。でも私はここが一番可愛いと思ってんだよ。
目の下。目の下が一番好き。遠くになったら見えない。あとは何だろう、前髪も長くなってきて、そう、しかも今日ショッピング行ってきたから、アイロンも変えたいの、ヘアアイロン。ヘアアイロンもちゃんと買ったから、前髪も決まってる。嬉しい。なんか、ほんと、激安の場所に行って、一番安い、コードレスかな。コードレスのやつを購入して。そしたらもう私の、よくわかんないけど、私の髪には通じなくて。なんか、そう、コードレスって熱が低い。温度が低いし、難しいから。あんまりそう、熱くならない。触ったら熱いんだけどね。なんか、おる。何回しても。何も聞かない。何も聞いてないぞ。だから、今日また行って、ちゃんとしたコードのついてるやつ買いました。いい感じ。髪も、前髪。前髪、長いバージョンさやん。珍しいか。いつも切っちゃうから。ちょっと長いと、あれだね。ちょっと、大人アイアンですね。長いと大人アイアンだな。前髪出さないとこうなる。いつもさあやん。ライブの時の私。もなんか夏さ、汗かくけん。負けよ。大人や。今日はもう暑いっていうか、灼熱でした。灼熱だよ。灼熱の太陽の下だよ。灼熱の太陽の下。雨ね、雨降った。あ、そう、トラックの横。大型トラックの横。雷すごかった。バリバリ打ってた。
停電したの。日傘使うよ。雷は全国的になのか。名古屋行く人？名古屋？雲がね、雲が移動してるのが分かりましたよ。あっちは、あっちでは雨が降っとるって言いよった。ボタンですか。黒い服。あ、そうなんだ。名古屋。もしかしてこんなにメイクがなんかよく見えてるのは黒い服だからかもしれない。黒い服でちょっとメイクが映えてるのかもしれない。ちょっと気づいてしまったかもしれない。こんなにテンション上がってる。いや違うよね。普通にだよね。普通にですよ。テンション上がってます。確かに。でもアイメイク変えたんだよね。ちょっとちょっと変えた。最近ちょっと研究してる。なるほど、こうした方がいいのかって。私もしかして前髪長い方がいいのかな。私前髪、いや短い方がいいか。流してるのも新鮮じゃない。伸ばしてみようかな。ちょっとこれはもしかして革命が起きるかもしれない。高子さんの、高子さやかの革命。
進化するかも。もし違ったら違ったで、あの頃もあったよねって 時もあったよねって、いいよ。夏だから、この今の長さが一番いいかもしれない。黒歴史にはならん。こんな表情してますが、テンション上がってます顔の感情表現がちょっと乏しい。私のテンションが上がった時の言葉。顔の表情は変わらず。テンション高尾。もしマラカス持ってたらずっと振ってるぐらい。マラカスあったらな。いや、本当、良い生活を送っていますわ。
ちゃんと1時に寝てる。そうだよ。家族は寝るの早いね。23時前に。そう、明日、そう、お仕事してるからね。みんなも、みんなも、お仕事ある方も、こんな時間まで起きてるの。大丈夫。ありがとありがとありがたや。私は明日もぐうたらしますが。明日もぐうたらしますが。ゴロゴロしますわ。お仕事の方、頑張って。速攻元気なんで。元気になりましょう。明日も応援するから。ほうほう。のラインが少しやけどシャープになっていませんか？本当ですか？最近ラーメン食べた。昨日と今日ラーメン食べた。もしかして。2日間食べたから。確かに、そう、去年よりかは2、3キロ減ったけどね。
昨日も今日もラーメン食べて、タピオカも飲んだ。私はいつもタピオカ紅茶。でもね、そう、広島でさ、ラーメンあんまり食べないから、福岡で食べようって思ってるんだよね。でも思った、やっぱラーメンは熱い。めっちゃ熱くて、めっちゃ熱いなって思いながら。美味しいです。冷やしラーメンとはあるんですね。私ね、猫舌。本当だ。アルバムのリリーベもうすぐだ。コンディション整えなきゃ。もうラーメンは食べません。食べない予定はありません。メイクのコツも忘れずに。あ、コラーゲンってよくなるか。でも、コラーゲンは確かにあるかもね。でも、胃にちょっと優しくないかもね。
わかんないけど。もしかしたら食べ過ぎはね。で、行って、またもや、肌に関係してくるから。ほどほどじゃないとね。でもだいぶこの実家にいるときにこの弱った家を復活させて広島に帰るという。そう、お母さんがそういっぱい食べなさいって。いっぱい食べなさいっていうか、だって今日もラーメン屋さん行った時に、ご飯いるよねって言われて、ご飯いらないでも ご飯いらないで言ったけど、後々お母やんの分も食べた。さあちゃんご飯食べる。じゃあ一口って言った。その後も食べる。結局3口か4口ぐらい食べた。ラーメンライス。でも確実にね、胃はね、そう、ちっちゃくなっとる気がするの。この夏で。40分経った。ちゃんと0時までしますよ。なんか0時までやっちゃうよね。確かに最近多分私が自分で配信終了さないから、多分だけど、ショールームのスタッフさんが0時超えたぐらいから私の配信を消してくれてるんだと思う。わかんない。わかんないけど、だっていつも違うもんね。秒数が。わかんない。昨日なんかな。昨日だったらさ、0時00でさ、バチって切ってもらったらいいんだけど。そう、私なんかそう、バチってこう、昨日で消えてるんかなって思ってたけど、最近なんか、これって手動なんかな？思ってきたんよね。
そう。あれ？昨日とか特に。なんか体感。体感、あれ？時あるか。あ、タイムラグか。あ、自動、あ、そうですか。じゃ違うか。すいません。自動か。私の想像ですよ。いや、そうね。自動だったら、そう、バチって、消えるんかなって思った。なんか、長いな。なんか長いな、みたいな。え、そうだよね。え、違うんだってさ。バンとかさ、あるじゃん。バンとかもさ、こう人がこう監視してて、で、これダメだと思ったら、バンされるん。人が多いんやけど。こう、いろんな配信しとる人のを見て、そう、バンしとるけ。AI もあるの？え？ AI の番？いや、監視の人は絶対おるんよね。AI やったんかな？じゃあ私の番？信州のポストカードの番って AI さんかな？みんなでめっちゃ言うてけど みんなでめっちゃ、なんでなんでって言うてけど。でもあれは確かにね、なんでやろうと思った。だって写真集の、販売します。だってショールームさんで販売しますって言っとったのに、バンだったから。話が、あれ？みたいな。あれからポストカード見せれんかったよね。ちょっとなんか挑戦した時もあったけど、なんか怖かった。でもいいよね、と思いながら。え、だって。え、だっていいよねって。じゃないと、ポストカード見れずに、予約してくださいみたサプライズですどれが届くか。とりあえず黒です。あ、確かに。切り替えたね、確かに。バンされるほど、みたいな。急に切り替え、言い方切り替えて。バンされるほど、みたいな。スペシャルな。ポストカードが届きます。懐かしい。でも確かに。あの頃は、特に、そう思わなかったけど、まあ確かに、時が経って思ったけど、あれはバンするよね。あれはバンするかも。いくら許可あっても。ちょっと回収していこうかな。のポストカード持ってる。ちょっと回収していこうかな。
回収していこうかな。あ、そっか、イメリンさんもあのポストが そうだっけ？クリスマスよね。クリスマスプレゼントにみたいな言ったよね。イメリンさん。イメリンさん。あのポストカードが。まあそう、でもそう。なんかクリスマスマジックみたいな感じで、なんか良かったけど。もうクリスマス過ぎたら全然もう、ちょっと回収しようかなってくらい。そういうね、ポストカードがあったんです。あれは12月の年末の、そういう、スペシャル気分だったか。あ、確かにクリスマスプレゼント。そう思ったら確かにいいかも。あ、そう、ズミエさんの、そう、実家に届いたやつ。実家に届いちゃった。本当に。回収せんと。さらに回収せんと。回収しに行かんと。これ誰？この子なんて子？この子？ STU の後輩ねって。次回待望ですね。どんなカードだったんだろう、気になる。気になる？ そっか。次回、次回作。私が海の日にあげた写真集の、あれの、レビューをね、書いてもらっているんで、まだ書いてない方は、書いてもらって。後々、それに、ちょっと、アピールしていこうかな。こんなにレビューが来てますって。ちょっと今タイミング探し中なんですけど。そうなん。
私はいつでも大丈夫ですと言おうかなって。思ってます。私のファンの方もね、ファンの方はいつでもウェルカムみたいな感じで、写真集そう出すってなったらまた多分いろんななんかまた違う撮影とかも雑誌でできそう。サイアン供給型になる。そろそろ終わります。かーくん、まいせんたん、みつるんさん、神戸のひっけーさん、バリーさん、かたぶつりさん、りょうへいさん、ふじぽんさん、さとけんさん、すいやんさん、こっぺさん、おうさむさん、台湾のこうさん、なりさん、あらあれさん、きちぬさん、こぶやきさん、まささん、らくらくさん、ゆいぞうさん、たっとりたろうさん、けいさん、ふたてさま、なかむら、みちひろさん、そのみさん、メガバイトちゃん、としささん、けりーさん、ゆうすけさん、ゆうきさん、ときわさん、やまっぺさん、林慎一郎さん、なるさん、ありがとう。Thank you. Thank you. Thank you.Thank you. かわいいです。押すしかないやん。ありがとう。Thank you. ピコリ感謝。
可愛すぎた。イエーイ。イエー。めっちゃ可愛い。イエー。頑張って。明日も頑張ってね。応援してるよ。せよ。速攻元気。速攻元気。バイ。